どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今日のテーマソングはね、めっちゃ元気になっちゃうヴィンテージソングです。なんと1961年に発売された曲で、花はじめとクレイジーキャッツ、植木仁さんで有名ですけどね、スーダラ節、これ最高です。スイスイスイダラだった、スラスラスイスイスイ、これね、やったらわかります。めっちゃ元気になってテンション上がっちゃうやつですからね。しかもこれ、入門コード4つでできるやつですからね、もうこれはね、テンション上がります。あらゆる世代で、もう大先輩とも一緒にセッションしちゃいましょう。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしている、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。はい。で、後半は、かっこいいリズムが加わると、これね、結構やりがいあるかっこいい曲なんですよ。はい。2バージョン、かっこいいバージョンまで含めて最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽始めましょう。音楽ね、聴くのって最高だけど、やる方がもっと楽しいんですよ。こんな楽しい曲、ウクレレで弾けたらもう最高ですから。はい、ウクレレってね、簡単なんですよ。誰でもすぐできます。すぐ始めましょうということでガズレレやってるんですけど、そう言うとですね、いや、私はね、不器用なんで楽器とか無理なんです。私楽器挫折したんでもうダメですとか言う方多いんですけど、安心してください。今ご覧くださってるガズレレYouTube チャンネルですが、そのような方がですね、もうウクレレ触ってでもすぐにですね、弾き語りがもうあっという間にできるプログラムがございまして、そのプログラムを見て今全世界中の方がもうモリモリウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。でこれ YouTube チャンネルなんでね、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでも見られるし、無料ですからね。はい。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけであっという間です。じゃあ皆さん行ってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、いろんなジャンルの曲を毎日毎日少しずつ超簡単に、アレンジして皆さんに公開してますんで、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ、この曲テンション上げていきましょう。スーダラ節。まずは初心者さん向け超簡単バージョン、コード4つですよ。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。スイスイスイ、おい、スイスイスイダラだった。
スーダラ節、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。どうですか？これゆっくりやって結構楽しいでしょ。なんだけどこれ、今見てもらって分かったように、ワンブロックにコードが2個結構入ってくるんで、思ったよりコード忙しいですけどね。入門コード4つですよ。C と F と Am と G7。これはね、嬉しいやつです。ウクレレ初心者さんからもうこれ、ね、この曲を先輩にこうねレクチャーするとかそういうコミュニケーションもできると思うんでぜひこれお楽しみください。一応これフルコーラスというかやってるんです。感想とかちょっと省いてますけど、これ大いにゆっくりね、まずゆっくりやるのがポイントだと思いますね。楽しんでください。で今ね YouTube 動画と一緒に合わせられたよという方もやっぱり紙に書いてくださいね。自分で紙に書いて今度ご自身だけで演奏するのをおすすめしております。はい、そういうことでですね、私のこのノート、ガズさんいつもこのノートを見ながらですね演奏しておるわけでございますけれども、これをねこうやって動画でこうシェアして、これこんな参考にしてくださいと言ってるんですけど、今これ始まってます。このガズクラブというサービスが始まりました。ガズクラブっていうのは何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この最新楽譜、まあ古い曲ですけど、これ最新楽譜を含むガズが今まで取りためてた膨大な曲の楽譜、この手書きの楽譜がですね、皆さんのお手元に毎月5曲ダウンロード可能という画期的なサービスでございまして、もういろんな曲選べますからね。はい、今日のこれもね、今日か明日か明後日、もう近日中にはもうゲットできると思います。はい。で、このね、ガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、ガズクラブ限定オンラインライブ配信イベントが月に2回行われております。これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。次回は9月6日で、スピッツ縛りのスピッツ祭り開催予定。これね、もうガズクラブもうメンバー500名ぐらいになってますからね。もうとにかく盛り上がってます。はい。そこでは SNS、非公開の SNS があって、そこにガズさんにいろんな質問したりやり取りしたり、あとはね、動画を投稿できるね、演奏動画を投稿できるページもたくさんありますんで、ぜひ皆さんクラブ活動を始めましょう。ガズクラブメンバー大募集中です。はい、そういうことでこれ見せていこうと思うんですけど、これね今イントロなんですけど、これちょっと見て、下にくるっと囲ってタータータとか書いてあるでしょ。これね後半やるかっこいいバージョンでちょっとここでね、アレンジが加わります。今やったのは上の段のシンプル簡単バージョン、ちょっとさーっと映していきます。このパターンが決まってるんで、はい、超シンプルです。はい今日はね、これは本当簡単だからね。で、ここがね、サビです。何が難しいかというと、このスーダラスイスイスイ、このスイスイ書くのが一番難しいぐらいのもんなんですけども。はいはい。はいはい。で、ここにもね、ちょっとくるっと書いてあって、これ、だってこれ要は止めるってことなんですけど、かっこいいバージョンでここもアレンジしていきます。コード進行は基本的にはね、一緒なんですよ。簡単バージョンと。で、構成としては今1番やってサビやったでしょ。2番やったらサビ。3番やったらサビという感じで、こんな風に書いていきましたという感じでございます。楽しい曲だよね。これ本当、なんていうのかな、もう当時の昭和のサラリーマン。もうなんか すごいエネルギー。今の時代にはもうちょっとない感覚で、だと思うんですけどね。はい、じゃあ、一応コード言っときます。これは見てよ。超入門コード。C と Am と F と G7。これウクレレ習った人がもうその日に覚える超入門コードですからね。はい。ぜひこれ、このコードを使ってやっていきましょう。で、さっきも言ったんだけど、この曲、案外ね、ワンブロックにコード2個入るところが結構多かったりするんで、予想よりもしかしてグイグイ早いなって感じるかもしれない。まずゆっくりやってくださいということです。で、この4つのコードなんですけど、これ入門コードなんで、まあ、あえてここで説明はいらないと思うんですけど、一応今日シェアしたいのはこれです。ガズレレ必須コード。これはね、いつも言ってるんですけど、このね、ガズレレ必須コードって一体何だということなんですけど、これはね、ウクレレで音楽を始めようと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループなんでございます。このグループを覚えておくとね、ものすごく役立ちますから、はい、ぜひ覚えてください。で、このガズレレ必須コードって今グループって言ったでしょ。10個のコードのグループなんですよ。10個もあるの？うわーって思うかもしれませんが、1個ずつ見たら簡単なんですよ。今日も出てくるけど、この C というコードとか、Am とか、これ指1本ですからね。あとね、いろいろあるんですけど、まあ、とにかく1個ずつ見たら簡単。だけど、10個をいっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ入っちゃう動画を公開してます。今日は入門コード4つだけど、その10個のうちの4つって今日のコードなんでね、これもね、有効利用してください。ここにリンク貼っておきます。ここの動画見たらもうマジで面白く、楽しくコード覚えられますんで。必見です。はい。で、今日は4つでね、やってみようと思います。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入る前に、いつもなんですけど、まずね、4つ弾きでこれ十分楽しさを味わってくださいね。はい。歌のタイミングとかも結構ありますからね。あと、この曲、植木仁さんのね、歌をいろいろ聴いてたんですけど、やっぱりこう、感情が歌に入っちゃう。だって、言い訳はないよとか、こう、結構ラフな感じなのがね、こう、またこう、語りかけるような歌い方とかも、いろいろやってみると、素晴らしいんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入ってみますけど、かっこいいバージョンはですね、基本、二つの弾き方やってみる。ちょっとこれ難しくなっちゃうかもしれないけど、どうしてもこのノリをね、出したくて、今日はやってみます。まずは、8ビートのチャというリズムがベースになります。ちょっとやってみると、ちょいといっぱいのつもりで飲んで、いつの間にやらはしご、これが8ビート
ウィグルちゃん。ドンチャッタスとチャッカドンチャッ。ちょっと晴れてる気分がいいかな。シャッフルって言うんですけど、リズムが晴れてる方がちょっとかっこいいかなと思います。で、基本的にはこうなんですけど、あの例のスイスイスイだらだったスラスラスラ、あそこがやっぱ盛り上がるんですけど、あそこはね結構ねその原曲の方もノリをちょっとガラッと変えてるんですよ。なんで今日ちょっと難しいかもですけど、16ビートでいこうと思います。でも16ビートって言っても普段のねあのかっこいい16ビートというよりはちょっとね円やコーラさっさみたいなイメージは、スイスイスイだらだったスラスラスイスイスンジャカダッタンダンダカダッタンダンダカダッタンダン、こんな感じがいいと。ダンダカダッタンダンダカダッタンダンダカダッタンダンダカ、なんかこうカタカナで書くとタンタカタッタタンタカタッタタンタカチャッタタンタカチャッタ、こんなイメージ、ちょっとこうねえっこらしょおっこらしょみたいなこう和風な感じというか、そういうこうダサかっこいい感じでやってみたいなと思ったんですよね。なんでまあでも口で表現すると8ビートのチャと16ビートのチャにやっぱなっちゃうんです。はい、ひとまずあのこの2つの弾き方なんですけど、解説動画ここに貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャと16ビートのチャでちょっとこう掴んでいける、これ動画でねリズムレッスン特化した動画になってますね。ぜひちょっと練習してみてください。で一応どっちにしていつも言ってることなんですけど、リズムの基本って8ビートというリズムなんで、最初から最後まで普通の8ビートでまずやってみるのをおすすめしますね。その後最高レベルとしてサビの16ビート、スイスイスイだらだすらせ、この時顔がこうねスイスイスイした顔がいいんじゃないかななんて思いますけど、ね、こう体揺らしてスイだらと、この速さでやるときは16ビートではねやっぱり手首相当柔らかく使わないとちょっと厳しいんで、肘で弾いてるとちょっと間に合わないと思います。こんな感じになっちゃうからね。はい、まあだからテンポのコントロールはちょっと各々コントロールしていただいて、もっとすごくゆっくりでもいいかもしれませんけどね、やってみましょう。はい、そしたら次はねちょっとかっこいいキメが入ってくるんですよ。キメがちょっとねイントロでとにかくまず入ってます。まずイントロやってます。ちょっと聞いててください。メロディーはいつものように口で言うんですけど、キメですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、テンテンテンテラテンテンツッタンデデ、あそれテンテンテンテラテンテツッタンデデ、どう今のかっこいいでしょ。あれねカッティングという技なんですけど、これもしかしてカッティング使わなくても右手でいけるかも。ダンダンダ、まずこれは止まるでしょ。止めるときに今右手で止めたんだけど、左手で止めると結構クールですよ。ダンダンダ、はい、今ここで触って止めてる、右でもいいですよ。はい、次がね、キーポイント、ダンダンダンダラダンダンツッタンダダ、チャからします。チャッタンダダ、はい、ちょっと最初からやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダンダンダンダラダンダツッタンダダダダンダダンダンダンダラダンダツッタンダダ、はい、こんな風にできるとかっこいいから、今のチャッチャッチャッ、音切るの左手、これカッティングっていう技なんですけど、細かくニュアンスちょっとあのやってみたいという方はカッティングやってみてください。さっきのリズムいろいろのところにこのヒントがあの動画でね解説してますんでね、タッタッタッタガダンダツッタンダダ、これ結構印象的です。これをイントロで決めてみたいなと思います。でねこの後もこれもカッティング、シーシー、このタッタっていうパート結構いろいろ出てきます。これもできればカッティングの方がかっこいい。左手で止める、もし左手難しかったら右手でも OK。でもまあいずれはこの左手で止められるね、言えてない、左手で止められるようになるといいんじゃないかなと思います。そしてですねこの A メロに入っていくんですけど、 A メロの一番最後のところでまたちょっと今みたいにカッティングでもいいし、まあ止める、音を止める、ちょっとやってみましょうか。気がつきゃ褒めるのうちでゴロで、これじゃ体いいわっきゃ、次だよ、わかっちゃいるけどやめたりのいいでしょ、じゃこれも止める、ここでこうメリハリを出したら F C F F C、 右手でやると F C F F 感じになるのかな。左手の方がまあちょっとかっこいいかなという感じですけど、まあ、まずは右手でも OK だと思います。ちょっとこうねメリハリがやっぱりつくとですね、だいぶこれいいです。でこれ止めてからいきなりアホーレスイスイとか、そこで16ビートになっちゃうわけです。ここがね結構かっこいい、わかっちゃいるけどやめたってね、アホーレスイスイスイだらだっすらすらスイスイスイ、こんな感じでございます。スイスイ面でね、スイスイ
いいんですよ、もうビデオ見てください。昔の岩木仁さんも最高ですもんね。はい、楽しい雰囲気が出るようにこれ歌いたいですね。で、あとはこれですね、繰り返しのパターンですので、もうほんと一個のパターンをこう、極めていただくとね、こうリズムの方は大丈夫だと思います。まあ、歌の歌詞がね、やっぱそれぞれ違うんでね、昭和のって感じですけどね。まあまあこれ楽しい。今のね、時代にこういうね、なんか、よくわかんないエネルギーって、もしかして大事かもしれないななんて思いましたけどね。とにかくこの曲はもう、楽しくてね、もうなんかほら、ちょっとね、自虐ネタみたいな感じですけど、もう本当にこれは、スイスイ、行きましょう、スイスイ。はい。それではやってみますよ。植木仁さん、花はじめとクレイジーキャッツさんでおなじみのスーダラ節ガスレレレ、かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4! あ、それこれはですね、結構元気になっちゃうやつだと思います。大きい声で。これ結構いろんなね、ところでね、結構これ利用価値あるからという、ちょっと大先輩がいたら、これきっとね、一緒に歌ってくれると思います。はい。音楽ってこう自分でやるのもいいけど、みんなとね、一緒になって、ね、やるのも楽しいんで、ぜひこういう曲も、世代を超えてね、楽しんでやっていきましょう。さあ、皆さん、この楽しさ、十分今味わってくださってると思ってるんですけど、はい。もしね、面白いなと思ったらこの楽しさも周りの方にぜひお伝えください。その時に今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル、ぜひご活用くださいね。ガズレレ YouTube チャンネル見てたらもうすぐできるよ、面白い、簡単だし、ちょっと教えてあげてね、次会った時には一緒にバイバイセッション、スーダラ節とか一緒に歌えたりなんかして、これがまた最高ですね。ぜひお願いします。はい、チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。さあ皆さん、お知らせなんですけど、このいつも使ってるガズのわがままウクレレ、つい先日3月21日に事前予約注文再開したんですけど、ありがとうございます。完売しました。事前予約注文分はありがとうございます。皆さん本当に、ご購入いただいた、ご予約いただいた皆さん、今心を込めてベトナムでね、もじゃくん並びにGラボスタッフが作っておりますので、今しばらくお待ちください。よろしくお願いします。で、今回買えなかったという方ももういらっしゃると思うんですけど、来月多分また月に1回ぐらいね、こうリリースできるように今、向かってますんで、また次のアナウンスをぜひともお待ちください。あとね、もうガズレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね、500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか、T シャツ、このストラップもですね、これ、前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、
ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレ持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。